12月29日にあのプリンスが誕生日っていうことで、あのちょっとドッキリを仕掛けようかなと思うんですけど、急に桃鉄をあげたらどんな反応になるかドッキリー。はい、急にあの桃鉄をあげちゃおうかなっていう、そういうドッキリ仕掛けます。最初の入りにちょっとどうしようかなと思うんだけど、どうでもいい話を彼にさせて、その時にポンって渡すみたいなのが、まあ、一番いいのかなみたいな。10万円の給付金の残りがあったんで、ちょっとそれを買いましたんで、はい、ブルーレディ公式チャンネルプラス。なんか伝えたいみたいな。今年の感じってもう出た。今年の感じはね、わかんないけど、まあでもちょっと簡単すぎるか。だって俺この前のなんか英検のなんかその、なんか受かり方みたいな、ああ、言ってたわかんないけど、俺も受かり方知ってるし、もういろんな人が話してない、もうその独自の、ああ、いいね、この目線。じゃ最初俺が、うん、まあ俺準備級だと思ってるからさ、でしかも中学生の時からさ、まあ、一応なんか、まあ、これとこれとみたいな感じでちょっと俺のね、うん、まあ、こういうとこ意識してましたみたいなこと言って、でまあじゃあサンサン独自の話してもらえるの。はいはいはい。ちょっと俺ひげ剃ってても忘れてたからマスクつけて。僕がこの前そうだなんかちょっと英検やっておくりまして、あ、英検ね、英検2級やっておくりまして、1年間ぐらい受け続けたんですけど、え、いや俺もね、だから中学校2年生の時に、うん、はい、3級から受けたのかな、確か、はい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 、3級受かって、はい、で2回次受けて準2級もポンって受かって、はいはい、中2で準2級ってさ、はいはいはい、2級受けたから分かると思うけど、はいはいはい、めちゃくちゃすごいじゃん。まあ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 、めちゃくちゃす中、まあまあ、2級で、はいはい、一応高校英語終了、はいはい、だっけ違うか、準2級で高校英語、いや2級で高校2級で終了、はい、まあでも3回受けたのかな、だけど、はい、中3で1年間捧げたけど2級ダメだったんだよ、うん、で、まあその時俺がなんかその受かるためにみたいなのをやってたのは、はいはい、まあその当たり前に過去問めっちゃ解くとかそういうのは当たり前なんだけど、はい、もうあれ4択じゃん、もう迷った問題は考えないで、はい、すぐ飛ばす、はい、じゃないともう配分で時間足りなくなっちゃうから、はい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 、ちょっとその挑戦の気分でありますね。だからもう迷った問題はもうすぐに後回しにするその姿勢、はい、あとはもう迷ったら3番、はい、いるそんなやつ、迷ったら3番、そんなやつまだいいの。俺絶滅危惧種だと思ったらそんなさ迷ったら2か3みたいな、なんか転がしてやるよみたいな。いやでも統計的に絶対マジで3が絶対多いから、絶対ありえないでしょ。もう回によってブレはあるけど、大体43点とか2点が合格ラインじゃん、はいはい、だからまあ 25% の確率で取れるっていうところで迷ったら3番、はいはい、あと3は3つ以上は続かないからあるよ、3、3ってこれもう絶対合ってる、3、3って絶対合ってる、でも次迷ったなってなったら2にするとか、時々ありますよ、あえて1にしちゃうとか、いるのね本当にそういうやつ。そうそうそう、もう究極の、応急手当のやり方、はい、本当にこれは永遠には使わないけど、本当に例えばこれ見てる人で多分もう今回どうしても受かりたい、そうそうそう、もう受験に必要なんですとかね。でももう大丈夫です、うん、この動画にたどり着いたあなたはもう英検受かります本当に、はい、ちなみに今12月なんで、はい、はい、12月なんで、12月って何ですかね、まあ師走、クリスマス、師走、はい、その英検会を置いてたの、じゃなくて世の中の12月を、そういうのがちょっと一応テキスト読みますか、はいはい、まあまあ、英検ってさ、1年として2月だっけ、はい、2月、6月、10月とかだっけ、一応6月、11月いやいや取ってくるかしゃべるか6月、11月、あ、違うな、6月、10月、で多分1月です、1月だっけ、はい、おに、ありますね、はいはい、で12月は何ですかね、12月は何ですか、12月、いや、一番大事なんですよ、やっぱ英検の、英検というか、12月に、絶対やらなきゃいけないことっていうのがあって、
何かその1年の反省をするとかそういうことなく違いますよ入学、うん、もういや、繋ぐのめんどくさいからちょっと早くテキスト取ってきてえ早くテキスト取ってきてくださいやっぱ12月といったら何ですかね、はい、ディセンバーディセンバーなんですか必要なんだろう12月といったら、うん、プリンス誕生日でーすそういうことというわけで12月29日、はいはい、25歳の誕生日ですけど私から、はい、あの誕生日プレゼントをお持ちしましたダル振りやばはい、どうですかあら誕生日プレゼント開けてみてくださいあなたのハートを毎回えってれれってってれれあー、来たー嘘てれれれれてれあー俺が今一番欲しいやつはい、桃太郎伝説任天堂スイッチやったーえ超嬉しいありがとういや、コメント弱っコメント弱っ本当にブルーレディ公式チャンネルプラス、まあ、ただあの一つこれを渡すに上でちょっと、はい、あのミッションがありますミッションはいえその必ず99年モードでやるとか本当に3年の短期決戦とかやんなとかそういうことえじゃあのもうゲーム配信をやっていただきますえゲーム配信ゲーム配信をその YouTube で向こう5年ぐらいまずそのマジのそのリアルタイムの5年モード宿題というか宿題なの宿題あんたしっかりやりなさいよみたいなやりなさいよあんた分かったもうやるって言ってんじゃんあんたがやるって言ったから買ったんでしょ今やれやりなさいよやろうと思ったのにゲーム配信早くやりなさいよそこ勉強じゃなくてじゃあここに名前にちょっとプリンスって書いておきましたこっちだろ、一緒俺あるけど、あるけどたまに中古で買ったら、その名前、鈴木優太みたいな書いてある時あるけど4の2、3にプリンスって書いてあるでしょゲーム機に来たらまあ、というわけで、じゃあこれからプリンス配信の方お願いしますねわかりましたちゃんと寝る前とかにも見れるようね、なんかわーキャーとかじゃなくても、本当にまあ、だからささやきボイスで、ちょっとやってもらいましょうそこ、まあもちろんね、俺もその家族もいるしさ、そんな騒げないけど、だからちょっとその不安なのが、そのゲーム配信するそのゲームが桃鉄ってとこだよ。やっぱコントローラー投げてなんぼの世界じゃん。桃鉄って。そうそうそう。桃鉄やりたい人ってコントローラー何十個も持ってないんだよ。全部もうやっぱ気象が荒れちゃうからさ、もう冷静に全部やってもらって。わかりました。もうじゃあ、あの俺はもう何があっても動じない。何があっても冷静配信。冷静配信。クール配信。今、僕にキングボンビーがつきました。よろしくね。でも裏ではめちゃくちゃコントロールガシャシャーン一回一回マイク切ってガシャーンドッキリ大成功イエーイすごい真面目に冷静残ってごめんなさい、なんか3とかじゃない3とかじゃない配信の方もよろしくお願いしますあ、そうだね、はいちょっとやっていきますちょっと頑張りますので、はい、冷静配信一番頑張らないと冷静に何もしたら聞かないと冷静にお願いしますチャンネル登録お願いしますはい、ありがとうございましたメリークリスマスいや、いつ食べるの